若者のなんとか離れやらいう言葉ばよー聞きます。世代や時代によって趣味思考が異なるのは当たり前の話じゃありますがね。なんとか離れっちゅフレーズばつこて世論ば煽って消費ば煽りたかーっちゅ、各業界のお偉方の気持ちもまあわからんじゃなかとですがね。あいにく興味のわけはもんは我々のような老人とちごてから広告に踊らさるほどバカじゃなかとですよ。若者の宣伝離れとでも表現すればよかとでしょうかね。いや、あたしはよかこちて思います。もっともそのなんとか離れでおまんまば食い上げちょるうちゅ人たちにとっちゃ笑われん話。例えば若者のジャンクフード離れ。最近の若い人たちな、真面目に料理ば勉強する人の多からしいですな。もちろん、ジャンクなフードば売り寄る人たちにとっちゃ大問題。うん。他にも、若者の運動離れという嘆きば聞きます。社会運動、市民運動、他に政治運動。昔の若者は、ガリバン釣りの機関士で簡単に騙せて引き込めよったことですが、今は引っかかる人間ば探す方が難しいらしいですな。そうすると、デモ屋さんやスト屋さんも商売上がったり、というわけです。若者の、博打離れ、ちゅう話も、よう耳に入ってきおります。競馬に競艇、競輪、麻雀、パチンコややら、もうジジババの巣窟。いや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 、よかこつです。落語の中に限ったっちゃ、博打で身を崩す話は、大行か。はぁ、孫博打から、善と有望な和光土諸君が離れていきよらっちゅ話ですから、日本の未来は明るかて思いますよ。他にも、例を挙げてったら、きりゃあなかです。町内会、借金、暴走族、年賀状、腕時計。あたしが若っか頃、スカーン買ったものから、全部離れていきおらす。いや、面白く話です。どうせなら、こりゃあ、よろしか時代は、あたしの若い時に来てほしかったもんですな。あ、若っか頃、あたしが、じゃあ、スカンかったもんば忘れとった。こっからもね、輪っか州のどんどん離れていきよらす。なんち思うね。はい。こん話の演題でしたいな。若者の落語離れ。いや、昨日の話です。
古株が左舷席でぼやきよったとですよ。最近の悪化とはけしからん。何でもかんでも離れていきよらす。おかげで客席もガラガラになってしもてから。若者の落語離れちゃよう言ったもんたい。なあ、バカば言いなんなよ。あんたも私も前座橋よっころから客席はガラガラのポンじゃったろがい。さっぱ、若者に八つ当たりやら。そぎゃんとば、両見違いって言うとよ。ま、そぎゃんかんしれんな。昔ば知っとるあんたに言われんな、そぎゃんかんしれん。とこってよ、こんな見方な、えりゃあ人の少ない中ね。おったちが若っころは、大いげんにぎわっとったろがい。若者の宴会離れ中でからね。飲みたくもなかごた酒に付き合う習慣の減りよっとだいな。私らん時も大変じゃったろう。わあ、しゃんだったしゃんだった。覚えとんね。師匠連中に無理っくり連れ回されよった時は大変やったな。そぎゃんこつもあったね。あんたも私も酒弱かけん、はい、ギャランギしたたいな。あはは、べそばかきながら、ふたって背中ばさすりあったな。あたしはあん時から生意気ばっかり言ったばってんたい。あんたとばっちりも気にせんでから、いつもかばってくれよった。そぎゃんこつもあったかね。もう忘れてしもたたいな。今、若っ人たちがあげあん目に合わんでよかって言うなら、なんとか離れも悪かもんじゃなかって思わんね。まあ、そぎゃんかんしれん。待てな。悪かもんから離れてくるっとはよかばってん。落語からも離れられるっとは、やっぱ寂しかたいね。そこへん、若っかもんといっぺん腹割って話してみたか。ああ、いかんいかんいかん。若者の議論離れって言ってからね。あたしらんごつだっかれ構わんで議論ばふっかくるようなバカはもうおらんとよ。あっはははは、よかこつたいよかこつたい。だろたい。ばってんたい。そやんすっと、今んわっかしゅうは一体何に近づきよっとだろか。のまん、うたん、かわんで。年寄りんごつしとるじゃなかか。そったい。そぎゃんして若い人たちはおったち年寄りに近づいてくれよっとよ。そら大変か。年寄りが相手なら俺の落語が下手きいちバルじゃなかか。お後がよろしいようで。私いつでも本気 100% 口先だけの恋愛ソングじゃない、君に届くまで叫び続けるから。